こんにちは、ペケちゃんです。イナズマイレブン3世界への挑戦ジオガやっていきたいと思います。よろしくお願いします。なんかね、最近若干更新が滞っていたんですけども、はい、サボってるわけではございません。まあサボってたんだけどもやっていきたいと思います。続きからでいきましょう。はい、頑張ります。前回どこまで行ったか忘れたんですけどねはい、やっていきたいと思います。あ、そうか、夏美が裏切ったんだった。そうですね、行きます。おおい、急がねえと、イタリアと断るの試合が終わっちまうぜと。うん、最初から噛みましたね、最初から。あ、やっぱり壁山走るのが遅いですね、やっぱり。ま、待ってほしいっす。ふうふう。お、なあ、イタリアと断る、どっちが勝つと思う？まあ普通に考えたらイタリアだよな、普通に考えたら。そりゃフィデオたちだろ、あいつらの強さは俺たちもよく知っている。でも断るの監督は遠藤のじいさんかもしれないんだろ。だったら勝負は分かんねえよな。まあ確かにな。うん、そうそう、イタリアの監督だった影山ももういないことだしな。うん、影山の名采配がもうなくなる、これはちょっと分かんないっていうところありますよね。不動、余計なことを言うな。あ、佐久間怒ってる、佐久間。で、軌道はちょっとまだショックを受けていると。うん、あー、もう影山の死をショックに思っております。ケッバーッとしやがって、見てられねえんだよと。不動、お前ちょっとなんか軌道を心配してる感じですよね。ね、お、歓声が聞こえる、すごい歓声だ。もしかしてもう終わっちゃったのかな。さあどうなったんでしょうか、結果は。お、スタジアムに着きましたね。エンド、見ろ、あのスコアボードの得点。マジで。そう、そんなバカな。ん、そんなバカな。どうした？なんか、え、あー、なるほど。8-0 ですか。8-0 ですか。なるほど。なんかワールドカップの、ドイツ対ブラジルみたいなスコアになってるけど。おう、やばいね、これ。8-0。おう、絶句ですね、この 8-0 ってスコアは。いやー、オルフェイス負けちゃったのかーでもなく、リトルギガント勝っちゃったのかーでもなく、なんか絶句っていうスコアだよね、この8-0っていうスコアは。ね。おーっと、ここでホイッスル。試合終了です。なんということでしょう。断る代表、リトルギガント。圧倒的大差でイタリアを下しました。これにより、ことあるの決勝進出が決定。もう一つの準決勝、ブラジル対日本の勝者が決勝でことあると戦うことになります。イタリア代表、ここで無念の敗退です。無念すぎるでしょう、さすがに。どうしたどうした。第9章、打ち砕け、ガルシルドの野望。わー、きついね、これは。ね。フィディオ、大丈夫か？どうしたんだ、この点差は。あ、笑いに来たみたいな感じになってる、これ。乾杯だよ、守る。俺たちは断るのプレーの前に何もできなかった。前半までは0対0で同点だったんだ。だけど、後半から流れが変わった。彼らのスピードやパワー、すべてが格段に上がったんだ。そして、気づいた時には。気づいた時には。畜生、俺たちの優勝の夢がこんなにあっけなく終わっちまうなんて。なんか確かに 8-0 ってちょっとあっけなさすぎるよな。なんか惜しかったな、でもなんでもなくて、なんかあっけない終わり方だよね。なんか悲しいよね。なんかことあるの踏み台にされたというか、かませ犬にされたというか、なんかかわいそうな感じだよ、これ。う、う、せっかくキャプテンが僕たちにチームを任せてくれたのに。あ、ヒデな方は今回いなかったんだね。うん、みんな、みんな聞いてくれ。確かに俺たちはここで敗退だ。どうした？だけど、この負けは無駄じゃない。必ず、あ、未来へと繋がる。おー、突然いいこと言い出しました、突然。キャプテンも言ってただろ。己の限界を知らなければ成長はないって。今日は思いっきり泣こう。そしてまた頂点目指して努力しよう。諦めずに、何度でも。フィディオ、うおー泣き出した。泣き出したよ。あ、みんなで泣き出した。守る、君たちと決勝戦で戦えると思っていたのにとても残念だ。
フィディオ、俺だって稲妻ジャパンの決勝トーナメント初戦の相手はブラジル代表だったね。ブラジル代表は強いよ。それに監督はあのガルシルドだ。くれぐれも気をつけてくれ。ありがとな。でもあのキャプテンのロニージュはなんかすげえやつだった。うん、あいつとサッカーできると思うと今からなんかワクワクするんだ。お前いつもワクワクしてんのお前。うん、ふっ、守るらしいな。稲妻ジャパンの優勝を祈る。頑張ってくれ。うわ、めっちゃいいやつやん、フィリオ。めっちゃええやつやん。うん、なんか泣けてくるね、フィディオのこのなんか優しさに。普通だったらほっといてくれよみたいになると思うんだけどさ、優勝を祈ってるよ、ブラジル代表に頑張ってくれみたいな。もうすげえ泣けてくるこのフィディオ。いいやつすぎないか、さすがに。俺だったらほっといてくれって言ってるよ、俺だったら。うん、やめろ、触れるなぐらい言ってるけどな、俺だったらな。あれ、電話だわ。知らない番号からみたい。どうした？もしもし、そうですけど、はい、ちょっと待ってください。遠藤くん、電話の相手が遠藤くんに代わってくれって誰だか分かんないんだけど、一体何なんだろう、誰なんだろう。もしもし、稲妻ジャパンの遠藤守か。うわ、怖い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 。君に話したいことがある。ジャパンの宿舎で待っているよ。それじゃあ、怖い怖い怖い。おいおい、切れちゃったぞ。今の一体誰だったんだろう。とにかく宿舎へ戻ってみるか。な、怖いよ、殺されるんじゃねえ、エンド。うん、オッケーオッケー、とりあえず分かりました。最後のノートを使おうってあったんですけども、今はとりあえず無視でいいでしょう。なんか怖い怖い。うん、エンドを守る、殺してやるみたいな、そんな感じだね、これ。超怖いんだけど。で、これ俺はどうやって移動すればいいんだ。これ移動させてくれ、移動させてくれ。え、わざわざこれさ、もしかして塔から降りないといけない感じ。これめんどくせえな、クソめんどいんだけど。あー、めんどいめんどい、あーめんどい。あ、これで降りるかな。あ、降りる、オッケー。とりあえずジャパンの宿舎行きましょう。殺されるんじゃね、遠藤守る。怖いわー。来たけど、いるかな、ジャパンの宿舎。どれだ、どれだろう。これだこれだ。あ、誰だろう。でもなんか来たか、ボーイ。ああ、お前マクロ20じゃないか。どうしてここに。俺のこと知ってるのか。なら話が早い。エンドオブル、そして稲妻ジャパン、ボーイたちに頼みがある。どうした。頼む。次の試合、俺たちブラジルと稲妻ジャパンの準決勝、負けてくれ。八百長、八百長を持ちかけてきたこれ。うん、いくら払うの。金額によっては考えてる、金額によっては。そう、負けてくれって言って負けるようなやつらじゃねえ。ただ金があったら考えるわ。うん、俺はそういう考え方だから。金さえあれば負けてあげる。っていうのは冗談なんだけども、まあ、とりあえず話を聞こう。え、今なんて。次の試合、俺たちは必ず勝ちたい、だから手を抜いてほしいんだ。うわー、そんなこと言うやつじゃねえよお前は。もちろんタダでとは言わない。俺たちが優勝したらその賞金から、あ、マジで、あ、金くれるの、金くれるの、何円。ふざけるな。あ、ゴーエンジは怒ってます。八百長試合を頼むなんて、お前それでも大サッカー選手か、国を背負う代表なのか。落ち着けゴーエンジ。あ、ゴーエンジはめっちゃ怒ってる。ゴーエンジやばいね。ここまでキレるゴーエンジってなかなか珍しいな。ゴーエンジ普通なんかクールな性格で、そのうちになんか気持ちを秘めたりするんだけど、ここまで感情を表に出すことないですからね。うん、もしかして今までの試合もこんな八百長試合で勝ってきたんですか。あー、確かにそういう疑問を抱いてもおかしくはない。それは違う。俺たちは俺たちのサッカーに誇りを持ってプレーしてきた。今までの勝利も全て自分たちの力で手に入れたものだ。だけど、どうした。すまない、やはりボーイたちにこんなことを頼むのは間違っていた。忘れてくれ。お、おいロニージョ、ちょっと待てって。あー、待たない。なんすか今の、あれが本当に優勝候補と言われるブラジルのキャプテンなんすかね。うん、
なんかがっかりだよな、あんなインチキを頼んでくるなんてさ。遠藤くんはどう思う？この間見たロニージはもっと自信に溢れていた。すげえやつだってそう思ってたんだと。あんな悲しそうな顔をして、きっと何かあったに違いない。確かにな。もしかしたら。どうした？ガルシュードの仕業かもしれない。ブラジル代表監督はあいつだからな。もしそうなら、このままにしておくわけにはいかない。俺はガルシルドを許さない。絶対に。そうだね、確かに。もしかしたら影山が殺されたかもしれないからね、ガルシルドに。そう考えると許すことはできないと軌道はそう思っています。軌道、ああそうだ、そうだよな。ロニージはきっとブラジル外へ戻ったはずだ。今から追いかけてみようぜ。一方その頃、ことわる街では、ことわる街、なんかことわる街、これ縄文時代みたいになってるけど、これ。夏美お疲れ様。もうこっちの生活には慣れた？ええ、まあね。でもこっちの暑さはどうにかなんないのかしら。は、僕たちが育った本当のことわるはこんなものじゃないよ。夏美、チームオペレーターとしてすごくレベルアップしてるね。イタリア戦でも大活躍だったし。それは監督のアドバイスのおかげよ。監督の言葉がチームオペレーターとしてするべき方を教えてくれた。だからお前裏切り者じゃん、お前裏切り者。日本に戻ってこい早く。売国奴め、売国奴。それに監督がサッカーボールを見つめる目は遠藤君にそっくり。あの人はやっぱり夏美。絶対さ、このロココさ、夏美のこと狙ってるでしょ。許さねえからな、俺のもんだ夏美は。絶対狙ってるよね。もう慣れ慣れしく夏美とか言いやがって、夏美とか言いやがってね。夏美さんだろ、夏美さん。俺しか呼んじゃいけないよ、夏美って。呼び捨てで呼んでいいの俺だけだから。夏美が来てくれたらなんだか楽しいな。ずっとここにいてくれたらいいのに。ほらほらほら、狙ってるよ。ロココは夏美のこと狙ってます。許さない。敵だわ敵。何、ガルシュードが。そうか、どうした、どうした。そうか、そんなことだ。また調査をする必要があるかもしれんな。どうした、どうした、どうした。ガルシルド、ガルシルドベイハンのことか。師匠が気にして調べてるやつだ。なぜ調べるか教えてくれないけど。師匠の力になりたい。僕に何かできないかな。正義感はある感じですよね、これ。どうした、追いかけに行った。ブラジルエリアに行けるようになりました。ロニージョに何が。ブラジル街へ急げ。ということで、はい、まあ、とりあえず今回はこれで終わりにしていきたいと思います。はい、ということで、まあ、とりあえず、イタリアがボロ負けして、ブラジルの、ロニージョが八百長試合を持ちかけてきたと。はい、そういう感じでございましたね。うん、まあそうですね、僕的にはやっぱりなんか断るっていうよくわからない国よりオルフェーズと戦って真のライバル同士の対決っていうのが見たかったんですけど、まあ仕方ない、まあ仕方ないです。で、まあロニー城は、まああれはもうガルシルドのせいってことで、はい、ガルシルドの仕業だということで、まあとりあえずガルシルドをまあぶつぶつかなと思っております。よろしくお願いします。てな感じで、今回はこれで終わりにしたいと思います。この動画がよければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。またの